続いては1月に結婚したばかりの小松原美里、ティモシー・コレト組のフリーダンスです。映画イエントルより。早くも雰囲気がありますよね。そうですね。スケートもよく伸びますね。非常に優雅なスケーティングです。最初のリフト、男性は後ろ向き、そして小松原のポジションチェンジもありました。入り方、降り方ともに良かったですね。そしてツイズルです。綺麗に決まりました。さあそしてもう一つ、どちらも良かったですね。今の入り方にも工夫があります、非常に面白いリフトですね。リフトそのものもそうなんですけれども、入る前入った後の、あのつなぎの動作というものがいろいろ工夫があって、これも点数を取るポイントになりますよね。今のスピンも良かったんじゃないですか。そうですね。初めての国際大会になるわけですよね、2人にとっては。そしてこちらのリフト、しかもシーズン序盤でここまで仕上がっているというのは素晴らしいですね。素晴らしい、素晴らしいですね。78.48 というスコアを出しました。嬉しい。嬉しい。すっごいこの大会を待ってたので、2人で一緒にこの大会を滑れて本当に幸せです。ありがとうございました。幸せを楽しめているということですね、はい。夫婦なんですけど、まだ滑り始めては、これが3回目の大会なので、本当にどんどん経験を積んでいく、一緒に大会を出ていって結果を出せるように、力を出せるように本番で、練習を積んでいくっていうのが
課題ですね。去年の初めての全日本に比べて今年はちょっとの小さい一歩じゃなくて大きい一歩を踏んだぞっていうところが点でも表現でも出せたらいいなと思います。 I think、we felt a little bit last year like we skated better at the sectional actually、うん、we had a little more trouble in the nationals so this year we want to take step by step and arrive really、strong at Zen Nihon、and we're really happy to be there this year on Olympic year even though we're not eligible it will bebe really special to be among such great athletes at nationals this year.